えいしんくん、これから台湾のおもちゃ屋さん行ってみましょう。うん、どんなのがあるか楽しみ。そうだね。あ、ここだね。ここここここです。ここに行きましょう。おお、ここからおもちゃ屋さんが、フィギュアショップみたいなのがある。うん、秋葉原っぽいできたものかな。お、なんかすごいすごい、それっぽいよ。もういきなり、いきなりじゃん。わお、すごい、めっちゃガンプラがある。おお、すごい、すごいよ。あ、ナーフもあるね。わあ、ありすぎじゃないってことだね。模型屋さんが多いのかな。そう、模型が多いね。フォトミルもある。一通り見てみたんだけど、うん、ちょっと欲しいものがなかったので、うん、とりあえず行ってみましょうか。そうだね。はい、行ってみましょう。はい、じゃあ、エイシン君、メトロの切符買ってください。日本語でどうすればいいんだ？片道切符購入だね。片道切符購入で、20。そう、20を3人。3枚。はい、60元を入れます。うん、はい、そうすると、下から処理中です、しばらくお待ちください。出てきた、こういうコインみたいなの出てくるね。これの中に IC チップみたいなの入ってるから、うん、でこれを改札のところにピッてやる、ね、で返すときはカラッてね、普通に入れるんだよ ね、 ね。じゃあ行きましょう、うん、これを、はい、これで開いた。スイカみたいな IC カードもあるみたいね。うん、降りるときはこのコインをここに投入します。これね、これで出られますね。はい、以上、うん、台湾の電車の乗り方でした。エシ君、台北101着いた。うわー、すごい、101階建てなんだって、すごいね。ここから入るみたいだよ。すごいね、この空間ね。すごい広いんだけど。あ、そうだね、あのエスカレーターのステージへ行きましょう。あ、出ました、3枚じゃん。うん、これで行けるようになったんだ。うん、耳注意してね、耳。おお、すごいすごい。うわ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 、すっごい高い。なにこれ、うわ高い、ちょっと待って、うわ高い、すごいね。どこか駒だ、コイン作るのね。うん、あ、気をつけて。はい、あったんじゃない、いいんじゃない。はい、そしたらじゃん、このここに投入するんだな。購入で回すのかな。レバー回して時計回り、はい、来た来た来た、重い、頑張れ。あ、でもあまり重くない。頑張れ頑張れ、手動だからね、これね。行ったかな。来た、じゃーん。おお、あ、ちょっと途中で緩めたからか変な風に曲がってるけど。本当だ、でもよくできたね。うん、じゃあこれに入れます。はい、ちなみにこのデザインは台北101だね。うん、あ、これでカバーをかぶせて、これで完成になったわけだ。やったー、よかったね。91階野外です。行きましょう。ああ、よかった、入ってるよ。あ、なるほど、こういう感じか。よいしょ、ここだとエシックはまるで見えないかな。まるでね。ああ、こんな感じ。あ、これだったらパパ大丈夫だ。あ、もうちょっとで110階なんだ。本当だ、もうちょっと、もうちょっとでてっぺんだ。はい、今日の夜は臨台本です。また小籠包だね。うん、そしてシンク、またコカ・コーラ。うん、イエーイイエーイ、来たよ。どうですか、うまい。
かったですか？美味しかった。よかったですね。じゃあもうね7時ぐらいなんだけど、うん、ちょっと今日トイザラス行かなきゃいけないんで、今からタクシー乗って行きましょうか。はい。綺麗になった。すごい。はい、台湾のトイザラス来ました。じゃあ、レッティコすごい色すごいね、いろいろありそうだ。1年遅れてるんだよね、やっぱね。1年遅れてるね。グレードがここにあるの。まんまそのままっぽいね、これはね。日本のやつだね。これは日本のやつ。出た、このベイブレードっぽいやつ。ぽいやつ。これちょっと気になってるんだけどね、なんか形が似てないじゃん。スマート、これなんて言うんだっけ。あ、スピンファイターだ、さ、スピンファイター。あ、なんかいっぱいある。これちょっといくつか買っていこうか。そうだね、ベイブレード対決させたい。どうかよ。 OK。台湾の最大の夜市、シリン夜市やってきました。じゃあ見ていこうか。なんだこれ、怪しい。なんだこれ、スーパーサイヤドラえもんみたいな。すげー、おもろい。すごい。開けて大丈夫ですね。スイーツ屋さんに行きました。こういうところね、カエルの卵なんだけど、まあタピオカですよ。そうだね、うん、そのデザートを食べましょう。これだけ種類あります。杏仁と白玉と亀ゼリーみたいなやつ。はい、ママが頼んだのはこれだね、うん、一番下にかき氷みたいなのがあって、でその間に、うん、タピオカ。そうだね。であと上に乗っかってるのはこれフルーツかな。そうだね。この辺は芋だね。芋、はい、でパパは一番下がかき氷で、うん、その間に豆腐ファー。豆腐ファー、うん、それで白玉と薬草と、うん、薬草じゃない、この薬草ゼリーと、うん、あと何だっけ、あ、そう、杏仁だ。白玉どこにあるかわかんない。本当だ。食べてみよう。いただきます。すごいね、これ。いただきます。うん、すごい、おいしい。シロップの味がすごい。シロップ、うん、シロップと氷はパッとしていいんだよ。うん、はい、台北国際駅やってきました。ここからね、高速鉄道みたいに乗って空港に向かいます。いよいよこの旅も終わりですね、で、なぜかここにはガチャガチャコーナーが大量にありますね。全部日本の日本の、うん、4円ですね。4円。1、2、3駅か。うん、3駅。はい、3駅。電車はこれで終わりだね。そうだね、うん、台湾電車はこれで終わり。それで飛行機でさ、と、うん、なんかすごい台湾の空港、これチェックインカウンター綺麗だよね、うん、木でね、うん、かわいい、うん、帰国審査終わりまして、まもなく搭乗口ってとこなんだけど、うん、ちょっとご飯食べようってことになって今移動してるところです。はい、はい、じゃあ行きましょう、うん、はい、最後の悪あがきでここです。AC から何も食べないんでしょ、でも。うん、もうタグかミルクティーくらい。うん、パパとママはちょっと麺食べます。はい。
はい、パパ最後にこれ食べます。はい、エイシン君はミルクティーね。タピオカミルクティー、はい、よし、ついに来た。飛行機に乗り込みます。バイバイ台湾だね、うん、また来ようか、うん、いい。まあそりゃ連絡したこともいっぱいあるからね。そうだね。まあまあ次来た時にやればいいんだね。分かった。はい、じゃあ行きましょう、うん。はい、ということで無事日本に戻ってきましたね。3時間くらいだったかな、うん、2時間、いや3時間、あ 3, 時間3時間半くらいかな、うんうん、今回初めてシンク台湾だったけどどうでしたか。すごい楽しかった。楽しかった。美味しかった。美味しかったね。美味しいもんいっぱい食べましたね、うん、今回は台湾蒸しキングと、うん、あとリョウさんとコラボ、うん、なんといろいろあってね、うん、盛りだくさんでしたね、はい、うん、また機会があったら台湾行きたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなと気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。